スト終わったね。テスト終わったから、ちょっと今日はやりたかったことしようと思って、衣装を作ったんですよ。ほんなら、手縫いで行ったから、爪がね、痛い。ここが痛い。こう力を加えすぎると、爪がね、剥がれていくんですよ、どんどん。圧に負けて、らそれになってる。久しぶりすぎて、ごきげんよう。あと学級期コンクールで描く絵をね、考える。博覧会な、まあ完成したら飾りたいけど、でもそんないっぱい時間あるわけじゃないから、やることいっぱいなんで、だから今日くらいはと思って進めてんねんけど、また余裕がある時。学級金をさ、明日書くねんけどさ、どんなんがいいと思う？どんなんがいいと思う？まだ考えてないね。まだっていうか今日言われたとこないけどな。いや、昨日な、そろそろ学級金のシーズンやから、なんか考えとこうと思って、今年はガチろうと思って、だからメモ入れててん、たまたま。ほんなら今日言われたから、そうそうなんよ、もう学級期の季節がやってきてしまった。もうやばい、もうなんでもう夏来てしまった。腰バキバキやった。学級期のシーズンですよ。学級期って何って、下に漢字書いてありますが、その名の通り、なんか学年の旗です。学年っていうかクラスの旗。やらんかった？これはジェネギャとかないはずやけどな。何色やったっけ？青？今私何組やったっけ？2組。1年の時は青やったから青のはずです。青。どんなにしよう。去年じゃないわ、一昨年無双で書いて選んでくれてんで。学級期知らん？学級期に知らんとかあんねんな。なんか調べたらわかんちゃう。あの体育大会とかで掲げてるやつ、宣誓するときとかになんか持ってるやつ。なんかね、去年じゃない、一昨年は青色で無双で竜描いて選ばれて、でも学級期コンクール自体では無理やってん。優勝いけんちゃーんとか言ってたけど無理やって、で去年は手抜いて、あの時間なかって適当に書いてあれやった。いかんかったから。え、岡山の中学ではなかった？ないとかあんねんな。そうなんや。
寝ながらタブレットってむずいよな。ほらこうなる。楽器って言ったら楽器を着て出てくる。楽器を着よう。失踪。なんかな、せっかくやったらな、無双の時みたいにな、しっかり意味あるやつがいいねんな。でも言葉より先英考えた方がいいかもしれない。なんか今年は水のイメージにしたいわ。前なんか竜にしてん。写真あるかな。もしかしたらあるかも。写真待ってね。いやないかも。ない、絶対にない。そういえばあれや、あの同期してたん解除したん忘れてた。どんなにしようかな。水みたいなイメージがいいな。海でクジラとか、クジラか。ああこんなんいいやん。そうなあ、かっこいいかっこいい。そうなあ、クジラいいな。水ならペンギンって絶対言うと思った。ちガチ言ってるからほんまにペンギンとか言うてられん。しかもペンギンタクラスやしな。ガチガチってるから今年なんでやったっけ。昨日お風呂で思って、なんでガチろと思った。最後やからかな。なんか最後の学級期書きに行きたい。夏休みだからそんなことしてる場合ちゃうねんって全然そんなことしてる場合じゃないけど書きに行きたいよなって思ってるからしかも書くなら人のやつじゃなくて自分の書きたいとかいう変なこだわりやから、どうしよう。今年のクラスはそうやな、まとまりないな。逆にまとまりあんのかな。どうやろう。なんかいい、分からんな。1年の時はあ、なんか有志で集まる、あの学級期のやりたい人は。なんか1年の時はめっちゃいろんな子が集まってて、なんかもう超ギャルでーすみたいな、変な、いや変なとか言って子もおったし、なんかめっちゃヤンキーでーすみたいな男子もおったし、うるさい人らもおったし、逆におとなしい人らもおったし、いろんな人おったから多様性みたいな意味で、なんかなんやろ、とかを考えて回転
いろんなみたいな。だから龍の爪をネイルしてあげた。いいやん、多様性多様性とか言ってネイルしていた。でかっこいい龍を白にして他を青にしてはっきり目立つようにしといた。で無双って書いた。なんかなんやろな、唯一無二みたいな。だからみんなそれぞれ個性があるけど被ることはないし、それぞれが一人ずつなんか輝いてるみたいな意味で1年の時はそれにした。2年が多分めっちゃ適当に書いてん。ほんまに時間なかった。ライブやったんかな、なんか勉強か何か分からんけど、めっちゃ忙しかった。適当に書いたら無理やったか、出してなかったかも。そうや、なんかライブかなんかであれ行ってなかった。あの投票終わった後にもらってん、多分プリント。それや、書いてない多分、まあ、何かしらで無理やってん。そうだから今年は書きたいなって。斬新なアングルやろ、ちょっと疲れたえクジラいいな。どうしような、どういうのをさっき文章っていうか時間がいるわ。なんかな、おもんないのは嫌やねんな。大使みたいなとか、なんか優勝みたいな、必勝とかおもんなない。輝くとかめっちゃおもんなない。もうちょっとひねり加えようやってなるから。挑戦みたいな、情熱、本気、おもんなない。飛躍とかおもんなない。もっとなんかやってほしい。飛翔も迷ってん、あの飛ぶに翔太とかの翔けど、ちょっとそれもまた思んないかなと思ってやめたうん、無双出てきた何にしよう、何がいいと思う？うん、2文字の縛りじゃないよ。何文字でもいいし、全然文章でも逆にいいねんけど、パッと目が行くようにしたいから、私は文字数少ない方がいいかなと思って今2文字で調べてるけど、別に他でも。選抜ってどういうこと？なんで？開花。絢爛。怒るって感じか、絢爛でも赤っぽいか。
豪華絢爛、普通に絢爛だけでもいいかなとも思った。荘厳、いやー荘厳は似合わんな、全然そんな感じじゃない。スローガン、そういえばあれや、去年のちょっと待ってな、携帯でこれやった方がいいんじゃない。一回ショールームをタブレットに移して、こっちにして、こっちにして、コメントが消えちゃった。どっちかい、こったらいいか、あの寝転ぶ姿勢は変えないので、威風堂々。うん、何は朗報、何はふふだから、ふうと感じ弱いからあれやな、聞いといてないんやけど、わからんな。何調べてたっけ。あ、そうやそうや、去年メモしたやつが残ってたらいいんやけどな。あ、無敵も入れてるな、すごいな、頑張ってんな。無敵やったらサメ描こうと思ってて、1年の時なで、無双やったらドラゴン、竜、ペガサス、将、あの飛将とかの将やったら竜、これなんて言うんやろ、喜ぶに一本線にかろうって書いてる、か、よい、読みするみたいな。あ、クジラや。これは？これは？読みす。加工、過信。ね、これ。なんやこれ。喜ぶ。ん？良いとして褒める。めでたいこと。喜びごと、うん、あ、まあまあまあ、幸福的な、幸福みたいな、よくない、かっこいいのにするか、なんか幸せそうなのにするか。 NMB なら必勝やないと。いや、だから NMB いっちゃうって。2時がいいな、私はどちらかというと2時の方が好きやな、なんなら1時でもいいくらい。なんかいっぱいやったら書きにくいね。去年4時やった、合計、うん、合法、熱烈赤やな。
やっぱり無敵多いよな。でも黒島といえば無ってなってしまうのがちょっとな一年もそれやったしな。短期調和全体、うん、邁進は私好きやね。何の時やったっけ、1年やったっけ2年やったっけ、なんかあの時のあれで書いた1年間の目標みたいな元旦のやつで書いたでも邁進もいいよな。でも邁進クジラっぽくなくない？まあ別にクジラじゃなくていいけど、じゃあクジラちゃうわ。邁進勇士、雷楽、雷楽は違う、海藻、は那覇とかの歯、優勝って意味、歯一文字確かに制覇とかの覇か。漆黒とか好きそうやな、みんな、みんなっていうか一部好きそうやな。意味がいいやつにしたいよな。どういう意味を込めたいかを先に考えんと漢字なんか決められへん気するな。別に優勝とかにこだわらんでいいねん。しかも青イメージっていうわけでもなくていい、なんか赤っぽいなーとか燃えるみたいなんじゃなかったら別にいいかなって思ってる。かな、かっこいい、もうそれはな、うん、元気とかってかっこよくないやん。そんなんやったらちょっと嫌やけど、でもそれはな、できたらかっこいい方がいいんちゃう。無双はめっちゃ書きやすかったよ。めっちゃ書きやすいし、割となんか間がいい。めっちゃ日本人の考え方やけど、はっとかやったら間がちょっと悪いっていうか、その分なんやろ、間を考えんとなあっていう。いや多ければいいってわけでもなくて、なんか無双はめっちゃ良かった。どういうイラストにしても入るんやろうなって感じの。だから多すぎても良くないね。無双ってそんな多くないやん。邁進も若干多いね。でもこのくらいの密度やったらまあいけるかなってくらい。どういうのにしたいかな。
可憐とか可愛いけど赤とかピンクっぽいイメージやん若干。一徹とかバランス悪ない？なんか位置がすごい密度が低くてさ、鉄でギュッってなるからさ、なんかあんまりやな。希望とかめっちゃおもんないけど間は良くない、綺麗やし。映画、いや権力や財力じゃないよね。恐れることなく突き進む。やっぱり邁進良くない？邁進逆に一周回って勇気とかでもいいんちゃう？一周回ってな。うわこの記事めっちゃ少ない。早いわ、終わんない。でも邁進すぐ出てくんな。まあまあまあ、でも私は好きよ邁進。書きやすそうではあるしな。言おう邁進はいいけど、うん、だから私は2時の方がいいと思うんだけどな。なんかもう字ばっかりやねんそれやったら。配置もなんかだるいし。しかもな今年のクラスなめっちゃななんか好きな人多いからさ、なんか若干無理な気もする。邁進にしたとしたらまだ動物は決めてない。動物じゃなくてもいいんやけどな別に。じゃあとりあえずそれ調べてみる？邁進にした時の UO も同じにしてもなんか UO って締まりなくない？その全部うおおやからさ、なんか UO って流れてってしまう気がする。邁進の方が進って締まるから。さっきからなんかいいこと言ってんかしょうもないこと言ってんか分からへん。オオカミはでもななんかベタやねんな、おもんない。去年さペガサスやったからさ、でも鳥はさあ、シャチ、シャチどう？シャチはユオ邁進っぽくない？いや天使は私人は嫌いやねん。もうついに言ってしまった、人嫌いやねん。あの書くの
毎新陸のイメージやけどさ、そう、なんで陸のイメージ、ああもういなんこと言うても、私と嫌いとか言ったらなんか人類嫌いとか、めんどくさいわこれいつも配信で違うって言ってんのにな、なんとなく、まあ別にいいか、いや文字にそういう理由があるのかと思った。いいんちゃん、シャチ、シャチか、なんやな、なんかこういうの絶対ペンギンおるよな、なんかふざけてないねんて、あお、架空でもいいからな、確かに。もうめんどくさい、白黒とか楽器受けの意味ないやん。いやでも鳥でもいいけどな、白にして、逆に猫とか邁進っぽくないよね。え、かわいい、このシャツ見せられへんけど、青やったら逆に白で調べてみる。神秘的なやつにしてもいいんちゃう。あでも神秘的やったらあんまり邁進っぽくなくなるか。まあこれが描きたいって思うのがあったらそれでもいいしな。龍はちょっとな。キリン、キリンやんな、キリン、黄色じゃない、一年のあれは龍じゃないんやけどな、一応龍のお腹とドラゴンの顔とは変わらんけど、と一応羽も生えてるから、なんかいろいろだから、そういう意味でもなんか多様性っぽくしたかった、強そうにしよう。キリンは無敵、無敵って意味ってこと？ナルビノのペンギン出てきてんけど、めっちゃ可愛い。でも青やんな、やっぱりさっき文字調べなむずない
こんにちは。なんか3年やから思い出に残るみたいな意味でもいいと思うけどな。なんか今の自分らに合ったやつが一番いいと思うの。あ、今邁進じゃない。文字から調べてる。だって文字からいかな、文字も墓上したらしく思う。いや違う、協力の協がダサいねんな。なんかめっちゃ協力してまーすって感じがする。確かに団体っぽさ残してもいいかもしれない。英語って書いてるわこの人は。でも私は英語も好きじゃない。日本語でこそ表せる感じだと思う。なんか学級機ってそのおしゃれにするもんなんかなって思うし、私の考えけどな。どう？まだ決まってないねんな。英語上に長いねみたいな。長いからなんやねんってなりそうだ。誰誰広告誰快挙、なんで邁進？邁進で調べても意味なくない？今何の言葉にするかを決めてるから邁進で調べてもらったら意味ない気するんで。覚醒思んないか。いや分からんで。覚醒3年やし。カレー、カレーもいいと思うけど、心に刻みつけて忘れないこと、また忘れられないほど深く感動することみたいな、記憶に残るみたいなので調べてほしい。
教授はちょっと字がダサいな。クオン、ジョージ、これもちょっと字がな。すごい、うん、あ、それか、私たちは変わりましたよみたいな。でもいいじゃん。今までの3年間頑張ってきた、個人で頑張ってきたことを踏まえて私たちはここまで成長しましたよみたいな意味。 GPT さん、気すんねんな、むずない？だって字もな、なんかダサってなったらちょっとあるし。間違ったな。間違えた。消化？文字とあのできれば意味を送っていただけないと、私は日本語がすごい語彙力が乏しいので。なんかみんな今年が散ってるから熱とかでもいいけど、意気込み、ビレイ、ビレイとか女子気に入りそうやな。どの線に響かせるかも重要やけどな。それは全員がっていうのが一番いいけど。奇跡、辿ってきた道筋、ある人物がか。いやでもいいやん、奇跡。いやでも読めてしまうな、普通に読めてしまうな。なんかもっと深掘りしたいねんな。情報が少ない、怒られた。それで いろいろ調べてんねんけど、びっくりした。無音で帰ってきはった。よくいしょ。さあ、中学生ってさ、カタカナとか英語とか好きそうじゃない？インフィニティみたいな好きそうじゃない？そっち系でいけんやったらそっち系でもいいけどな。好きそう、インフィニティとか。努力が
が報われるみたいな、ありそうじゃない、熟語ないですか GPT さん、追加で。新しい時代文化いいな、黎明。関西人と東京人の違い何の話してる、おかえりとこちゃん、に輝くってめっちゃ普通やな。なんか関西人と東京の人で分けるのめっちゃ嫌いやわ。なんか東京どういう意味で言うかにもよるけど、黎明の類語とかで調べて。じゃあそこで吹いたら怒られんで。いや今探してんねん私も。こんなクラスにしたいとかも今悩んでて一緒に調べてるから、ほんまに今考えてる。だからさっきから言ってるけど、何をしたいとか何を目標にしたいとかも何も決まってないから、今初めて調べ出しましたよってとこやから、青がイメージやな。こいちゃん、怒られんで。かわいい。くっさいわ。
会、うん、奇跡はなんか違うかもな。ビレイとかいいけど濁点か、まあ、まあまあ読み方はまあいいか。美しいこと、美しいことやったらクジラとかでもいいじゃん。クジラシャチ、インフィニティやったらどうやろな。大王不足虫とかにする。うちの担任、副担が大王不足虫好きやから。ガチってなかったらそれでもよかったんだけど。ああ天に昇るのもあって伏流、違う方の流で出てきてしまった。違う方の流やったらどういう意味なの。同じかな。伏流やったら流になっちゃうくらい。壁空蒼天愛好見えへん。インフィニティむずいな。機械的な、なんか直線むずいな。インフィニティ、これ何やったっけ。命令、命令なんか違う気にしてきた。明け方みたいな意味やった。でそれの次くらいに出てくるのがなんか完璧、あの意味もですね、先ほどから何度か申し上げているんですけれども、色伏流こっちの伏流やったらどうなのかみたいな。なんか伏流なんや。まやあれ伏流あれ
なんかこの服リューザー出てこへん。なんでこの人東京偉いと思ってんの。日本一緒やん。なんなら世界で全部つながってんのかな。こういう人はあんまり得意じゃない。なんか東京に住んでるから偉いんだよみたいな。おるよな。俺は東京で働いてたからっていう人。おもろない。もう一生回っておもろいと思うけど。俺は東京で働いてた時にみたいな。別にその情報どうでもよってなる。鳳凰、鳳凰って何なの。伏流。こっちの伏流は平気。なんか違う方の伏流で出てきてしまうから、あの流、難しい方の流で出てきてしまうから、なんかあんまり良くないかも。なんか兵器みたいな、ちょっとよろしくないかもしれない。おお、これは何や。放す子供。うん。うん。うん。まあまあ、でも優れた才能があるみたいな。いいじゃん。伏流とも読むけど、伏流でも出てくる。おおは何なの。同じような感じ。ああ黄色やな。赤間じゃ。東京マウント出た。東京マウント勝手に女やと思ってる。どこにしたかな。しかも何の話してんのか全く分からへん。粉とか出てきてるし、めんどくさ。でもおもろいから置いとこう。ブロックしようかと思ったけど、おもろいから置いとこう。青。多様性みたいな意味の逆に二字熟で。置いといたらおもろない。だってあ、来た、東京マウントって言えるやん。鮮やかとか言ったらなんかあれじゃない、太陽っぽくなれへん。鮮やかって魚へんじゃない。あ、でもうん、彩る。あ、鮮烈。加えたら、まあ説明どうせするしな。なんか読み上げたもん私も。全然ライブのリハ期間で文章とか喋らなあかんのも知らんかったのに、いきなり言われて無理やり喋ってず。だから多分書くのは書くんやろな。異色。異なるがちょっと。交際。美しい光。いいやん、交際。ちょっと字面
思わないけど、もうこの際あれや、思わないとか言うてられん。でも交際良くない、輝かしいキラキラと輝く美しい光良くない。サイやったらクジラでもありちゃん、なんか水しぶきを若干色、なんか変な色にして、棒も入れた。正方、壁画、正方、双翼。青で絶対入れたやろ。さっきから壁めっちゃ出てくるな。壁これ。青か。青強すぎんそれ。青を別に、青を文字に入れてほしいわけじゃない、青色のイメージなだけで。だから最初も言ったけど、だからめちゃめちゃ燃えるとか鳳凰みたいなのやったら赤黄色ってイメージがあるから、イメージカラーっていうのはあるけど、別にかな。青銅って大阪の人は知らないんだよって。どういうこと、青銅器とかの銅ってこと。何の話してるさっきから、ほんまに。なんかおもろいけどイラッとすんな、自分が残してるからないけどな。いや交際いいと思うな。交際やったらだからクジラじゃない、カシャチ、クジラやろどちらかというと。さっきからこの人が何の話をしてるのかと性別がどっちなのかだけ聞きたい。マウント女やっていうんか、マウント男やっていうんかを決めたいから、性別知りたい。どっちですか。あ、どっちじゃ、どっちでもないんやったらどっちでもないでいいんですけど、どっちつかずでもいいし。覚醒やったらどんなんやろ。でも覚醒も若干あるか、暖色なイメージあるかもしれへんな、勝手にやけど。微妙か。まあ別に覚醒の仕方は青に変えればいいだけやもんな。それって陸上の動物になるやろ。でまた動物考えるの難しいから覚醒はないかな。戦列は交際いいと思うけどな。か、ほうぼう、ほう、ほう、あ、間違えた、消しちゃった。ほう、ほうす、ご飯が炊けました。キリンってそっちがキリンの意味やった。キリンジとかの方がキリン。なるほどね。動物の方のキリンかと思った。黄色やんってなった。キリンジか。優れた方がいい。でもキリンって。多分さ、私は小説でキリンを知ったから、キリンジとかの方のキリンを知ったからわかるけど、キリンって言ったら絶対動物な、キリンやー、でもキリンって黄色やーってなりそうな気がするから、多分無理やと思う。うん、うちの学校ではちょっとさすがに
わでも黄色ってじゃあキリンって黄色のイメージやってなりそう。キリンって言ったら、あ、クジャクありやな。クジャク確かに冴えているわね。クジャクありやな。確かに。ただ若干色が騒がしくなるかもしれんから、青基調でやったらいいか。どちらかというとシックな方より華やかな方のあれがいいな。文鳥じゃない、何やったっけあの何やったっけ、クジャク文鳥が出てきてしまった。力あるタイプの。背景黒がいいな。金使いたいな。クジャクやったら金あんねん多分。ちょっと高いけど孔雀テーマで逆にそっちで調べる。ああ間違えた。羽を大部分にするか。いやでもそれやったら迫力に欠ける気がするな。もうちょっとなんか遠近感が欲しいというか。羽飛ばすじゃん。逆にシックにする。黒とパキッとさせる。逆に横やから、とりあえず孔雀で交際にしてみる。皮変か、皮変か。でもクジャクって確かに皮っぽいイメージあるかも。いやそんなことない、いけるやろ。色が青やからいけるやろ。モノトーンでクジャクむずい。じゃあ背景を黒にすんねん。でだからこそクジャクが目立つねん。で金を入れて華やかにしたらいけるかなとか思ったけど、どうやろう。クジャクの空あれやな、孔明の孔明だ。いや目立てばいいかなって。クラゲちゃうわ。クジラやったらどうしよう。でもクジラでもあれかな、同じような系統にはなってしまうかな。まあ、別にそこと同じでもいいんだけど。あでも描くの楽しそう。パシャーンってやりたい。あかんわ、教室汚れるわあかんかった。パシャーンってみんなで飛ばしたい。クジャクかクジラ、交際な。とりあえず交際な。学校で明日描くから交際で何書くかだけ、あのプリントもらってからじゃないと書かれへんから、それだけ決めとこう。希望に満ちた未来、あーいいやん。高校光り輝く高校な。でも皮変がな。高校って入れても変換出てこへんって。あったあった。なんか2連続同じ感じっていうのもさ
だからといってこれ使うっていうわけでもないんだけど、かっこいい、高校光り輝く、伝統が高校と輝くとかやろ、光彩は、光彩は美しく、さは鮮やかに、豪華なこと、繁栄する、なんか自分の考えてるイラストにはあれかも、交際の方がしっくりくるかも、交際にするわ、クジラとクジャク迷うな、だからガチってるから今っていうか今年からこだわりあるんで、あ、もう決まったね、ハッシュタグ、あ、使えてない、ちょっとぽよさん、私のやつでは使えてるはず、じゃあ私のとこで使えてたら使えてる、この時点でも使えてる、 LINE 送った時点、 LINE のとこってさつけへんやん、前サクトクついてない、おーいいぽよさん、これは投稿の時にあれですよ、いや私はやってんねんだから、だってあれやもん、こうなってるもん、このこれ黄色くなってるから絶対なってる、おーいい投稿の時にやればでしょうね、もう前よ、じゃあね、鳳凰はさっきも言ったけど黄色のイメージがあんねん、なんか鳥じゃん、いや、交際にします、開業までせんでいいんじゃん、スペース1個空けたらいける話やね、想像の生き物、いやそれはそうやけど金じゃない、どちらかというと、え、なんかイメージってあるやん、それこそ私多様性の話につながるんだけど、多様性の時代なんだからいいじゃんっていう人もいるとさ、そういう多様性を履き違えんといてほしい、多様性やから何でも OK ってわけじゃなくて個性を認め合おうねってだけで、なんか多様性なんだから何でもいいじゃんはまた違う気がする、それと交際のあれはないけどな、総裁じゃなくて交際、光に鮮やかじゃわ、出てこい、あやぴょんの、あや、ああ、ランキング見ます、確かに自由には責任が伴う、13位、ムーチョさんありがとうございます、12位、小さな恋のメロディーさんありがとうございます、11位、 C
しい。アットマークナイルさんありがとうございます。10位なわてさんありがとうございます。9位まちかねくきたるさんありがとうございます。8位まきこさんありがとうございます。7位まさきさんありがとうございます。6位たかひでさんありがとうございます。見えへん。5位プロジュさんありがとうございます。4位たかしさんありがとうございます。3位スマタンさんありがとうございます。2位さとくんさんありがとうございます。1位だてちゃんさんありがとうございます。よし、よし、終わり。最後は東京マウント女かおじさんかがおらんくなっちゃった。前はうちにしろっかな。クジラかクジラかか、まあ考えておきます。さよなら。どうせ明日は持って帰ってくると思うんで肩バキバキに。さよなら。